せーの、勝った、よし。ODA 桃太郎ランドを買いに行く、どうもキングボンビーと桃太郎ランドと陰陽師カード大好き ODA レッシュということでね、桃太郎ランド買えんじゃねえかなと思うんですよ。1兆超えたでしょこれ。ほら1兆2500億、これはもう買いでしょね。何よりも買うべきでしょ桃太郎ランド。お前らどこにこれ重なってんのかな多分な。よし、ランド買いに行きます今回は。まあ、それ最優先じゃねえかな。さすがに最優先だよね。でっかいね。え、待って、行った？俺正直この辺一回経由してから行くもんだと思ったわ。嘘、一発っすか。行けちゃったんだけど。待って、いきなりこの動画クライマックスかもしんない。うわー来た。あー怖っ、怖い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 。いきますよ。せーの、勝った、よっしゃ、ついにランド買ってやったぜ。いや長かった今回、めっちゃ時間かかった。決算超楽しみなんだけど、これやばいでしょ。絶対やばいでしょこれ。まずこれ単品がだって600億でしょ。これはやばいって、やばいこと言ってるって。うわ終わった、桃鉄クリアしたわ。勝ちましたねこれはね、勝ちましたね。いや来たわ、ついに来たランド。いやついに来た。長かった。チルのナノだナノだチルのナノだって言うな。ついについにモータルランド買えるんですね。いやもう買いましたよ。ついに私チルのナノだの秘書になって60年もとってもおじいちゃん。雨の日も風の日も仕事休まない社長についてくる。正直言って辛い日もありました。でもモータルランド所有できる会社の秘書になれるとは嬉しいございます。ありがとうございます。なんで俺こういう真面目なセリフの時だいたいふざけてるんでしょうね。チルノナノについてきた甲斐があります。チルノナノだって言うのやめろ。チルノナノだって言うのマジでやめろ。なんか面白いから。はい、これとんでもねえからな。ランド、まあ皆さんね、見たことある人、買ったことももちろんあると思うんですけど、全物件 5% アップだからね。いや化け物でしょ普通に。これよ、いやこれよ、これあかんでしょ。ぶっ壊れとかいうレベルじゃねえわ。見る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 。他の社長さんたちにえらい迷惑になるんですか。本当に欲しいでしょうか。うん、いいよいいよ。あいつら基本的に俺に迷惑しかかけてねえから。はい、じゃあ行きまーす。はいと、まああと B ボタン押しっぱりんでね。さあこれで行きましょう。さあというわけで、いやー終わりましたね一旦。とりあえずランドまではなんとか駆け込めましたよ。いや長かったわ、ちょっとそんと正直。いやーしんどかったっすねいやでもやっぱ16ね、死ぬほどおもろい。てかあと月面だね、月面都市、あれがちょっとやっぱ問題ありなんだよな。月面都市がちょっとどうすっかね。結局月まで行かなきゃいけないってのがやっぱ大変なんですよ。なんとか行ってみるしかないかな。だからでも用意するものとしては足踏み2枚と最寄りの駅と、まあ、バチ当たり 2,3 枚ぐらいあれば一応まあ行って買うぐらいは可能ではあると思うんですよ。可能割とではあると思うんですけど、ただね俺沖縄も買ってないんだよね。沖縄とか奄美大島とかなんかあの辺も買えてないから、その辺もやろうと思ったらマジバチ当たり多分3枚クラスだと思うわ。どうしよう、
まあでもこっから先カスタマイズとかいうクソチートクソカードが出てくるから、まあそうなってきたら多分まあまあ楽になってくれるとは思うんですけどね。うん、さあってなんだかんだ60年僕は変わりましたけど、皆さんは桃鉄16をねこの5年に一度コンピューター変えるシステムでやったらどんぐらいなんでしょうかね。僕よかやっぱ早い人が多いんじゃないかなとは思います。うん、僕今回結構うまくいってない方だと思うんですよ正直。前回の16の時結構俺55年目とかで変えてたからね一応ね。うん、前回よりちょっと遅くなっちゃったんだけどただ僕そっから全物件再冷蔵しで25年で終わってるんですよ。だからその計算だと僕85年目くらいに多分これ終わるんですけど、再冷蔵し知らんけどね。どうなんだろう、終わんのかね。まあ終わったらいいなとは思いますけど。ピヨピーって書いてるのは何なんだろうピヨピーって、もともとあれボンビーですからね実は。ピヨピーってあれね、桃鉄 G ゴールドデッキを作れってやつ、あれだとね一応貧乏神としてあれ出てますからね。貧乏神の変身形態の一つでしたからピヨピーって、もともとね。だから名産怪獣じゃなかったんですよ実は。なんか名産怪獣に勝手にされてたけど、 この16でね勝手にされてたけど、もともとは違いますからねあれね。うん、実はあれ違うんですよ。そう、あれボンビーなんですよ実はね、もともと。さあというわけでなんだかんだ、まあ、16ももう後半戦に入ってきて、北海道も移動してということで、そうですね、なんか言うことあるかね。まあもちろん見てくださった方ありがとうございますなんだけど、もちろんね、まあそれはもちろん大前提なんだけど、大前提感謝なんだけど、はっきり言っちゃうと、もうちょっとまあまあ大事な話してますよ。まあまあ大事な話すると、僕次のシリーズね、何にも決まってないわおろか、動画出せるかがわかんないんだよね。ちょっと。正直。正直、俺動画出せない かもしんない。もしかしたら。ってぐらい、こっから先僕、超絶忙しいんですよ。うん。まあだから、16ゴールドを最後に、急激に更新がストップする可能性も、ありますね。正直。まあ、ゼロにはならないと思うけど、週1とかね。週1、2で投稿とかになっちゃう可能性はありますね。わかんないけどね。まあ、毎日出してんのがそもそもおかしいんだろうけどね。言っちゃえばそもそも毎日出してんのがおかしいんだろうけど。まあ、そうなっちゃうかもしんないっすね。ちょっとわかんないけど。まあ、なんだかんだこのチャンネルももう、5年目っていうかもう5周年かな、5周年迎えますし、今登録者もね7990人ぐらいの時に撮ってるんですけど、もうちょいで8000人なんですけどもね、もうまあ多分これ出してる頃は8000人ギリ超えてるんじゃないかなと思ってるんですけど、ギリギリね。まあそんぐらいになってきて8000人も見てくれてるのがありがとうって感じなんですけど、まあ実際は多分もっと見てくれてると思うんですけどね。うん、視聴回数合計したら僕1200万とか超えてきてるんで、やっぱね、そんぐらいなんすかね。うん、やっぱなんだかんだでも金の桃盾をいただいたからには、やっぱ真剣にこうやってくだらねえことしながら、まああれですね、今後も桃鉄続けれたらな、もう細々でも続けていけたらなって思ってます。はい、真面目な話終わり。さ、綺麗にヘモしたところで綺麗にね、おならカードを使ったところで、さ、ダイヤモンドカード、まあ、里帰りいらないかな。なんだかんだ地方へカードあるしね。里帰りいっか。くさらり最高。うーわ、でも捨てるもんな。でもだったらダイヤモンドいらない。ぶっ飛ばしか。ぶっ飛ばしか。ぶっ飛ばしか。なるほど。ぶっ飛ばしももちろん強いんだけど、他のがなーって感じかな。うわ、新幹線周囲。つえー、なんだかんだやっぱ無難な移動系一番ありがたい。嘘やろ？嘘やろお前。ありえねえ。ありえねえお前。なーにそれ。なんだよそれ。なんてことでしょう。嘘やん。あれで目的地入る。嘘でしょ。
なあなあでもなあ、そやなんだよそれ、そやろふざけやがってあもうこっから普通のいつもの桃鉄です。もうランド買ったんで僕の中の一大イベントは終わりました。まあでも今年の決算やばいでしょうね、相当やばいと思うわ。めちゃめちゃ伸びるでしょ急にこれね、 5% アップはやばいもん。エリもなんでわざわざそんなとこ飛んだのかね、ほんとね、わざわざ変なとこ飛んじゃって、もうこれ絶対入ってや、うんー入ってなかった、そこはかっこよく入ってや、何してんねんお前、ちゃんとかっこつけなさい。ほら私だってこれでかっこつけて入っちゃうのよお前評価ひどかったわ。あ、ヨルズ買っとく？ヨルズ増資？ 5% 上がってんだったらヨルズ増資でしょ、これ。ヨルズ増資してもめちゃんこでかいって言ったっけ？ビャンディアビーのホーレイ！いや、これめちゃんこでいって、めちゃんこでかいでしょ、これ。ね。やばそう、これ。つか、あいつのぶっ飛び運悪すぎでしょ。それで入んのだからね、ふざけてますこの人、やめようやそういうの。港え待って、目的地北海道の可能性もあんのか、あんのか、えどこ33マスって、あそれか、ええ赤地か、場所が変あ場所が変、いやありなんだよな、俺どうせ九州で物件変えてないから。 OK 場所変えしよう、これは使うタイミングだと思う。そう九州で僕佐世保と宮崎物件変えてないんだよまだ。あとは島系変える余裕あるかな、これさすがにないかな。あこれいつら陸から行くルートじゃない、このままならどうだこれ。あでも新幹線周遊がやっぱ強い。あでもあいつワンサイになったんじゃない、もしかしたらワンサイ来た。 OK これで、そうこれとこれがまだなんすよ、これやばいよね。ちょっとうーん冬眠もあるけど痛い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 、はいすいませんちょっと姿勢を変えました今、はい、これも変えてないとか結局買った方がまずいいから絶対、使い切っちゃったよ。 OK とりあえずこれ買っとこう。これでも C ドームマイナス 1% から 4% なんでしょ、これ 5% アップってことはね、そういうことでしょ。ほらなんじゃこりゃ、もう何度も見てるけどやっぱぶっ壊れてんなこれ。ただサイパングアム買えなかったな、せっかく目的地になったのに。あれもどっかであれだな、バチ当たり使って、まあ、目的地封じた状態で、まあ、最寄りとかスペシャルとか持って行くしかなさそうですね。白骨あるある大事件なんだよそれ。白骨はダメだろ。なんでそんなギリなんだよ。で、ちょっと。まだ入らないよな。種子島。こういう時は件数が多い方に行く。じゃないと増資カードでね、増資できねえやってなる。うん、まだ大丈夫かな。まだ大丈夫だと思うけどね。なるほど、広島カードね。はい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 。それでも近くなったんか遠くなったんかよくわからんな。あれかな、単純に逃げてんのかな。それだけかな。それだけでいい。起きろー、よし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 、来てる来てる来てるよ来てるよ、これ来てます来てます、これてかこれ足踏み持ってたら完璧やん状況。うわ最悪最悪のやつ来た、マジかよ。うわ最悪最悪、待って待って待って、それはやだそれは嫌だ。うわちょっと話変わるわさすがに。うわ、それは嫌だなぁ。ゾンビだよ。ゾンビは嫌だなぁ。いや、ゾンビは嫌だ。ゾンビは嫌だわ。ちょっとさすがに嫌だなぁ。
ぴったりとか使えなくなっちゃうもん。ゾンビ天敵だな、ガチで。ビンディケー消滅カードなんてものを渡してやがる。恐ろしいやついたぞ、今。嘘。どうしよっかな、これ。うわ、いやでも手持ち的には今月全然行ってもいいんだよね、これ。実際行くチャンスでは、ある一種のチャンスではあるんだけど、いやこれワンチャン食らった時がとてつもなくやばいから、どうなるにせよバチ当たりだな。一旦バチ当たりだな。あいつがワンサイ、緑がワンサイで動くんだったら全然いいんだけど、あいつ今急降下買ったから多分10着使ってくるでしょね。さすがに、いやもうゾンビカードエグすぎ。ゾンビカードやばいよ。なんてことしてくれてんだよ、マジで。本当にバカかよ、あいつ。バカだね、本当に。じゃあ正直今作のゾンビボンビーはね、マジでキングより警戒するべきボンビーだと思ってるんだよね、俺。キングなんてぶっちゃけちゃんちゃらおかしい、なんとでもなる。いやでも増資は最悪増資カードでできるから行くか。俺行くわ。行ってきまーす。大幅にショートカットされたな、演出。まさかこんなタイミングで行くと思わなかったけど。ダメだってお前。怖え。あいつはなんで無駄に急行CU 無駄打ちしてんだろうな。てか意外とこれ27マスって扱いなんだな。20って待って、はぁ、おいマジかよ、いけちゃったよ、ワンパンかよ。ついてるわ、マジでついてんな、これマジでついてるでしょ、これ。いけたわ、いけちまったよ、これ。危なっちゃった、持ち金やばかった、増資できねえわ普通に。はこれやばいでしょ、これ。うわ終わった、あこのゲーム終わりです、このゲーム終わりました、あーこのゲーム終わったわ。1000億の 15% なんかやっちまったらもう終わりです。150億でしょ、かけ2でしょ。あー終わりましたね、このゲーム。はい、このゲーム終わりです。最強になりました私。どうすんのこれ。なんでこいつらそんなバカなのね、本当に。なんでこのコンピューター連合、本当目的地に向かうことしか脳がないの。うわー、ここの売り場もちろん強いけどね。ただ今買うもの特にないから。よいしょー、また全物件制覇に1個近づいたぜ。マジであとサイパングアムだな、天敵だな、ここ。よし、 OK、 戻った。よし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 、よかったよかったよかった。いやー怖かった、カード交換怖お前らはだから学習しろよ、マイナス益止まったらお金減っちゃうんだよっていうの、そろそろ覚えよう。カード交換、あーでも言ってそんないいもん持ってねえな、あーそんないいもん持ってないわ。まあこの辺買っとこうか。うん、100億なんだ、まあこんぐらいがいいでしょ。よし、なんかびっくりするぐらいいい感じに金使えたなそれぐらいサイコロでつけたらいいじゃない。まあまあ確実に行くためか、まあナイスカード駅だしね、まあ確かにいいかもしれないわ。冷静に考えたらめっちゃいい手かもしれない今の。まあまあやっぱアシュラーとかはね、やっぱ目的地じゃないわ、間違えた、貧乏神つける脳だけは高いからね。さーて、結構波乱万丈な60年目だったな。月も行ってランドも買ってで、とんでもねえな。ゾンビボンビーも来てたしよ最高に桃鉄16してた気がするね。どんぐらい上がったよこれ。はぁ、あなにこれえ、今までの俺らの苦労なんだったの
いや、バカかよこれ、なんだよこれ、本当に、え、バカなのこれ、バカなのこれ、本当に、ランド、いや、狂ってるぞこれこれ狂ってるぞ、うわー狂ってるわ、いや、やりすぎやこれはやりすぎとる、ランドが倍になってんじゃねえかよ、これはやばい